アリの仲間は自然界の中でいろいろな場所に生息しています。アリの巣といえば土や木に作られているイメージが一般的ですが、中には古いどんぐりや朽木の中に巣を作るアリたちも存在します。彼らの巣の特徴は、どんぐりや朽木の内部構造に沿った薄く層状のスペースに巣が作られていること。住んでいるアリはあまりコロニー規模の大きくない小型のアリであることなどです。今回はこのような環境、特にどんぐりの中に生息するアリたちを飼育するために、どんぐりの内部を模したような飼育巣を作ってみました。飼育巣の作り方や、この飼育巣で観察できるアリの姿などをどうぞお楽しみください。ということで、今回の動画の流れは大まかに2つ、飼育巣作りとアリ観察になります。では早速飼育巣作りを始めていきましょう。今回は飼育巣の土台として直径約40ミリ、高さ約20ミリの小型の円形クリアケースを用意しました。まずはこのクリアケースにチューブ接続用の穴を開けていきます。ドリルを使って直径8ミリの穴を開けます。穴の箇所は1箇所です。はい、できましたね。次に石膏を流し込んでいきます。先ほど開けたチューブ接続用の穴にはティッシュで栓をしてあります。また石膏にはアクリル絵の具で色をつけてあります。ここでポイントは、石膏を固める際にケースを立てて石膏が蓋に接するようにすることです。石膏が固まりました。蓋を取ってみるとこのように綺麗な石膏面が出来上がっています。蓋に密着するように石膏を固めたため、蓋と石膏面の間にアリが入ることができません。ここが今回の設計のポイントです。また石膏が固まった後に蓋を外す際にはかなりの力を必要とする場合があります。実際今回も、いくつかは硬すぎて手の力だけでは開かなくなってしまったので、固まった瓶の蓋などを開ける便利グッズを使ってなんとか蓋を開けました。もし作ってみようと思っている方がいらっしゃいましたら、この点ぜひ気をつけてみてください。次に彫刻刀で石膏面を彫っていきます。今回は蓋面と石膏面が密着するように設計してあるので、この彫刻刀で彫った部分のみアリが通れるということになります。薄くて狭いどんぐりの内部空間をイメージして巣部跡通路を彫り込んでいきます。はい、できました。どんぐりの内部空間をイメージした3つの巣部跡通路、そして巣部屋の上の方には給水用の穴も彫り込んであります。蓋には1箇所給水用に穴を開けました。蓋を閉めた時に給水用のスペースのところにこの穴が合うようになっています。こんな感じですね。給水スペースは巣部屋と通路などでつながっていないので、この部分から水を入れれば、アリを溺れさせることなく給水が可能です。今回は同様の飼育巣を5つ作ってみました。彫刻刀で掘るだけなので、巣部屋や通路など自分の好きな形に、掘り込めるのが面白いところですね。一つポイントを挙げるとすれば、今回イメージしているどんぐりや朽木の内部の空間というのは、薄く層状のスペースになっていることが多いので、あまり深く掘りすぎないことがポイントかと思います。またアリが住んでいるどんぐりなどは地表の乾いたスペースではなく、落ち葉の下などの少し湿り気のある空間に落ちていることが多いので、今回のような石膏を使った飼育巣が合うのではないでしょうか。それでは今回の新飼育巣を使ったアリ観察に移りたいと思います。
今回は実際にどんぐりから採集したヒメムネボソアリ、ハヤシムネボソアリの2種を観察していきます。新飼育室に入ってもらったのはヒメムネボソアリ、ハヤシムネボソアリ、それぞれ2コロニーずつです。どのコロニーも、わずか数時間ほどで新しい飼育室に入ってくれました。ひとまずは新しい飼育室の環境を気に入ってくれたようです。それぞれのコロニーの様子を、彼らがどんぐりの中で生活している様子をイメージしながら、ぜひゆっくりとご覧ください。
かがだったでしょうか。姫胸ボソアリ、林胸ボソアリともに今回作った新しい飼育巣の中で、生き生きとした姿を観察できたのではないでしょうか。これらのアリたちを、実際に通常の石膏巣、よりスペースの大きな石膏巣で、飼育を試みたことがあるんですけれども、スペースの大きさなどやはりマッチしなかったのか、接続チューブの中にこもってしまうなどの現象がありました。スペースの大きさなどに関しては少なくとも、今回制作した飼育巣は、これらのアリたちに快適な、空間を提供できたのではないでしょうか。同じように、どんぐりから採集されるウロコアリの仲間などももしかしたらこういった飼育巣に合うかもしれません。ということで今回はどんぐりや朽木の内部を模したような、疑似どんぐり石膏巣、この飼育巣の制作の様子と、アリ観察を行っていきました。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。